こんなもんでしょう。いきますね。いつもダルシワークスティーブをいただきありがとうございます。ありがとうございます。 Thanks for watching my video。 このチャンネルでは誰にでも簡単に車を経営できる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。いくぞ。 New web 予選 OS とか。はい、ということで今日はサクッとした動画になります。これね、もともと全然動画とか撮る予定なくて、今外にいるんですけど、ちょっとね面白いものが撮れそうなので急遽携帯でね動画回してます。なのでちょっとね音とかも悪いですし、風の音とか入るかもしれないんですけど、ご了承ください。よろしくお願いします。でこちらですね、今洗車して鉄粉取りをねしてるところでした。で鉄粉はですね、以前の動画で何度かお見せしてるんですけど、本当にひどいものになるとね、こう粘土がすぐにバッチャチャとか真っ黒になっちゃったりするんですけど、これはねガラスがねすごいんですよ。もうこうやって触った段階でザラザラですし、これ画面でわかるかな、こっちはもうさっき半分も取ったんで綺麗なんですけど、やった、こっちまだ取ってないんですけど、あ、この辺とかわかるかな、そこでもつぶ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 、すでにこう粉みたいなのってるの見える、見えますかね、これは強敵だな、うん、感じなんで、まあ、ガラスにですね鉄粉して貼ってるの僕あんまり見たことないんですけど、ちょっとこれはねすごいんで急遽回してます。じゃあね早速撮っていきたいと思います。 Let's get started。これが食らえ、めっちゃ音してるの分かりませんかね、聞こえないですかね、どうかな、よし、こんなもんでしょう。いきますね。やるじゃないか。このリアガラス半分、3分の1ぐらいですけどね、こんなにね鉄粉が乗ってます。まあ、これねガラスがほぼこう上向きなんで、上から降ってきた鉄粉がね残りやすいっていうのはあるんでしょうけど、にしてもひどいですよね。はい、ということでね鉄粉放っておくとこんな感じでねガラスにまで付着してしまいますので、こまめにね手入れしてあげるようにしていただければと思います。ボディのですね鉄粉取りとかについては以前にも動画を上げております。概要欄の方にもリンク等を載せておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。ちなみにね車は今はなきあるんか、今も古い2代目かインサイトということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだまだぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と、あと SNS もやっております。質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受け付けしておりますので、フォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた。お会いしましょう。みんな知ってるか？ WC ワークス TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひおすすめしたい内容になっている。
動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤ザワンマジックもよろしく頼む。